寝てました。そしたら全然怖くなかった。よかった、眠いまま行って正解でした。あの3時間半でも今日はやっぱ飛行機があまり怖くなかった、快適でした。3時間半のあのマカオは何だったんだっていうぐらい今日はもうぐっすり眠って何の恐怖もなく無事に着きました。やったうん、そうだからもうほとんど寝てました。全部いろいろやるもの持ってったのに気づいたら全部寝ちゃったって。よかった。帰りもきっと眠いまま行って寝て行けば無事に東京に着きます。帰りもこの作戦で行きます。結構逆光で暗いね。なんかこういう電気しかない。睡眠は偉大です。こんばんは。着きました、無事に着きました。大人の階段登ったのかな。なんかあんまり海外にいる感じないですね。確かにそうですね。でも今の私のこちら側にはザ・海外な景色が広がっております。うん、Wi-Fi つないでます。ここはジャカルタですよ。全然ジャカルタ感ないけど、うん、今は誰もいないですよ。白目で止まったよ今。寒い。こんな寒そうにしててジャカルタ感ないよね。うん、ケンちゃん暑いです。だからその分ね部屋の中がね激寒です。うん、JKT のメンバーいました。結構寒い。クーラーねなんかね消せないんですよ。温度設定はできるんだけど。あ、自己紹介タイム来ました。せーの、デコポン、スッポン、思い切りミーポン、わーいあ、喉ね気をつけないと、喉守らないと。ありがとうございます。ジャカルタまで届いてますよ。いや本当に激寒よ。うん、マスクして寝ます。今からさっきまでご飯タイムだったんですけど、今から練習します。というかみんなで練習します。そうだから本当はできないかもしれないって思ってたんですけど、それまでの間の時間ができたのでつなげてやっておりました。うん、ご飯はスイカとメロンとなんかお肉の丸いやつと、あとなんだっけな、
あとショートパスタみたいなやつの、やつかな。こういうやつ、お肉のこういうやつ。すごい、でも元気な皆さん優しくて、優しいです、とても。なんか、あ、ミートボールに近いのかな。お昼は機内食食べました。機内食っていろんなのがありますね、今ね、すごい。あ、そう、すごい怖がってたね、メイクさんも大丈夫だったって。和食にしました。ありがとうございます。今ね、まだでもない、何もしてないんですよ、ジャカルタで。今から練習するんですけど、特に観光とかもしてないので、そうですね、駅歩いて 道路通ってって感じな。あれ、今来たですか？ずっと赤いマークついてたのに。復活。もうブツブツ切れちゃうです。ブツブツ切れちゃうです。ちゃんと見れてるのかな。やっぱり海を越えては難しいね。ちゃんと届いてることを祈って喋ってます。きっと届いてるはず。ああ、時差があるの？でも2時間あるからね、時差。ちゃんと届いてたらいいな。11時になったらランキングを見ます。あ、遅れてコメント見えてますよ。届いてる。復活したって。とにかく今日は無事に着きましたというご報告でした。あとは飛行機が大丈夫でしたっていうご報告。日本時間の23時？やっぱコメントも時差があるね。今があっちが何時何分なのかがちょっとわからないんですけど。難しい。
飛行機寝てました。こっちはね、もうちょっとで9時です。こっちはもうちょっとで夜の9時です。うん、こんばんは。あ、プラ 2時間が日本の時間。そうです、現地は20、もうちょっとで21時です。結構あんま変わらないですね。こっちはすごい綺麗です。綺麗なところです。時差ボケはしてないです。うん、やっぱでもさ、朝と夜の感覚変わっちゃうような国に行ったらさ、大変なんだろうな。でも何ヶ月もいたらそうだけど。うん、暑かったです、降り立った瞬間。うん、ナシゴレンって言ってました。みんなナシゴレン食べてきた。ナシゴレンって何ですかね、わかんない。でもお風呂がちゃんとあったんですよ。そう、お風呂浸かりたいなって思ってたので、シャワーじゃなくてちゃんとお風呂があった。やったお風呂やった。うん、まあチャーハンみたいなやつなんだって。お風呂あってよかった、本当に嬉しい。あとはもう明日以降がね。ジャカルタ感ないでしょ。寒いからこれ着てるんですそう、これ着て、そう、寒いよってしてるんです。暗いそう。今日はジャンバー着て寝ます。そう、なんかね、おかしいぐらい効いちゃうんだって。うん そう、だから今日はこのジャンバーのまま行ってまいります。そうだね、帰ってきたらお風呂入って。でも JKT のメンバー出てんのかな。うーん、厳しいですね。あ、ちょっともうすぐ切れる前にランキングだけ読みますね。1位ひがちゃんさん、2位わたぼんさん、3位あおちゃんさん、4位ともぼんにほにくさん、5位井上義弘さん、6位誰だ、
ウィル6番さん、7位トコトンさん、8位キュミンさん、9位リョウさん、10位タッチさん、11位僕でした。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。